足首の中もうちょっと。阿部さんちょっと上見てね、上見て。内側に角をぐーっと立てていきながら回す操作しちゃダメね。前半から回す。滝さんここでセット、ここでセットね。切り替えはずらさないで、エッチングに入ったらテールを荷重量増やして外してコントロールしていくっていう。さあ角入れ替えてからテール、角入れ替えてからテール、テール使うときに少し胸の向きを抑えて。滝さんね、回しすぎ回しすぎ、テールがずれてる。角立てて、角立てて、それに乗って、うん、違うのカービングして、カービングずらしちゃダメ、ずらしちゃ、いやー持ち上げちゃダメ。滝さん中間姿勢から持ち上げ、落とさない、そうちょっと角もう少し先立ててね。で上がっちゃうんだねこれ、ちょっとね上がっちゃう。ここでセット、向きもうちょい中、中もうちょっとセットして、ここ我慢、先に中見といて我慢、はい先中見といて我慢。右サイドコブあるからね、十分気をつけて。目の移動を取ってね、思い切った山側から谷へ、もう少し回転深くし、深くってか最後まできちっと回して。滝さんもういいよ、そうそうそう、まああんまり胸回しすぎないんでね。おうまいうまい、テールしっかりグリップさせて、右胸回したりスキー回そうと思わないで、角度を変えようって思って、スキーに回転力ある、任せて。自分の足のブーツの先端がスキーの先端までつながってるようにしてね。もう少しゆっくり、ちょっとね滝さん後ろ重心です、ちょっと深めに入ってね、山側から谷への重心と、ちょっと足首の前傾ちょっと弱いね、足首のロックっていうのかな。やべえ見えねえ。